ツール・ド・フランス2011は、ツール・ド・フランスの98回目のレース。2011年7月2日から24日まで行われた。グランデ・パールは、フランス国内、バンデ県が担当。1999年、大ち者を引き起こし、ランス・ワームストロングに、運で、初勝利をプレゼントしたとも言われてしまったパサージュ・デュゴア、がスタート地点となった。 そして2008年以来3年ぶりに第一ステージがタイムトライアルとならずゴール前もパンチャー有利の4級三岳三頂ゴールとなり意外な選手がマイオ・ジョーヌを獲得する可能性が予想された。またこのステージにはこの一つしか三岳賞ポイント地点がないためマイオ・ジョーヌに袖を通す選手は自動的にマイオ・ブラン・アポア・アルージュも獲得。 中間スプリントの結果にもよるが、マイオベールのサンジャージ獲得チャンスもあるため、一層、狙える選手には力が入るゴールであった。第2ステージは2年ぶりに、登場のチームタイムトライアルと復活が続く。2009年と違い 23km と距離が短く、勝負を決めるようなタイム差はつかないと予想されたが、落ち者には最新の注意が必要となる。その後は、 第7ステージまで平坦基調のステージが続くが、第4、第6ステージは、またしても上りゴール。パンチャー個人とスプリンターのチーム力の勝負が、予想された。総合争いが、クローズアップされるのは、第8ステージから。途中に設置された2級山岳ラクロワサンロベール、峠と3級山岳シュペルベスサンシーの上りゴールが、選手の足の調子を覗きに来る。 翌第9ステージも2級3つ、3級3つ、4級2つと、激しい峠こそないが細かく、アップダウンを繰り返すレイアウト、ここで遅れを取ると、優勝争いに、黄色信号が点灯する。このステージの峠を全部1位通過することにより、第8ステージまでの峠をパーフェクトに取った選手がいた。ところで逆転可能。急速比を難易度の低いステージを2つ通過し、 いよいよ総合争いが本格化。ピレネー第1ラウンドとなる、第12ステージは、1級1つ超級2つと、山岳ステージが始まるや、いなやいきなりのオネアンレアウト。ラウルケット男子山は1級にカテゴリーされるものの、平均勾配7.5%、途半距離は 9.9km と、平均勾配はその後に来るトゥールマレー峠よりも、ハード。最後は、 史上8回目、ツールの登場回数としてはモーン、バントに並んだリューザルディダンの、頂上ゴール。第2ラウンドは中盤でオービスク峠登ると、頂上から 40km オーバーのダウンヒル。第3ラウンドは3球一つ、2球二つ、1球二つを、超えた後、2007年、アルベルト・コンタドールが、アレックス・ラスムッセンに競り勝ち、ツール初優勝への原動力となった。 超級山岳プラトドベイユへの頂上ゴール。今大会中最もハードな平均勾配7.9%、途半距離 15.8km となっており、ピレネーのクイーンステージと呼ぶにふさわしい。アルプスへの移動ステージ、急速日を超え、第16ステージは、アルプスラウンド前おなじみとなっているガップへ到着、そしてクライマックスへ。アルプス第1ラウンドは3。 3,2,1と越えダウンヒル、最後に2球を越え下りゴールと難易度的には高くない。またこの日の第3三角となる2球、モンジュネブル峠後にイタリアに入国するが、この区間が今大会唯一のフランス国外通過ステージとなる。第4三角1球セストリエールからゴールまでは、ジロでイタリア2009第10ステージとほぼ同一のレイアウトとなっている。 第2ラウンドは、アルプス100周年を記念しての超級率100%、コースレイアウト。超級、アニエル峠超級、イゾアール峠と通過し、ラストは超級のガリビエ峠山頂フィニッシュ。ラストは、前日の逆側よりガリビエ峠を登山、そして、名物ラルプデュエズへの山頂フィニッシュ。マイオブランヤ・ポワ・ルージュの行き先が決まると、 よく、第20ステージのグルノーブルを舞台にした、個人タイムトライアルで、マイオジョーヌとマイオブランの行き先が確定する。第21ステージは、お馴染みシャンゼリゼのクリテリウム。スプリンターが、最後の力を振り絞りマイオベールへと突き進む。太字は、UCI プロチーム中時は、プロフェッショナルコンチネンタルチーム。ありがとうございます。